佐野社長です。またね、サイレントヒロワークスさんにお邪魔して、撮っております。はい、頑張ります。まあちょっとね、 さっき1本撮らせてもらって、うん、こっちはちょっと私からのお願い事というか、うん、まあせっかく最近コラボしてると、うんうん、まあこれをコラボというかどうかっていうのはまた別の話なんですけど、うんうん、まあまあなんせね YouTube を、うん、やってるけれども、うん、ほとんど稼働させてないサイレントワークスさんとスイートワークスさんとで、まあやってはいますけど、うん、まあ120人いたのが、うん、昨日の段階で3人減って117人にまたなってしまったわ、うんうん、そんな弱小なね、うん、まだ YouTuber とも言えない、うん、全然お金も稼げない、うん、パークサイドベース、うん、これコラボということではちょっとないかなとまあちょっと遊びを提案したいと思って、うんうん、今日は来させてもらいました、うん、で実はですね、うん、僕のパークサイドベースでは、うん、まあ何本か柱があります、うん、僕が遊んでるその内容をね、うん、撮ってるんで、うんうん、僕の趣味だったら例えばバイクだとかね、うんうん、でバイクも林道行ったりとか、うん、元コンポいじったりとか、うんうんうん、あとサニトラをね、うん、走らせてみたりだとか、うんうん、そもそもそういうその僕の趣味を、うん、まあ楽しく、まあ、そのアラフォーのね、うん、おっちゃんのこう独りよがりな趣味を上げてるんですけど、うんうんうん、そもそもそういうものにすごく影響を与えたのが、うん、まあサイレントヒルワークスの永森さんだということは間違いない。なぜなら、うん、まずね、うん、私が乗ってる、うん、サニートラック、オレンジ色に乗ったサニートラック、うん、あれのそもそも全所有者だ。あ、そうですね。そうだ。そも全所有者だ。そうだ、うん、で、まあまあこういろんなもののね、うん、まあ作ってもらったりだとか、うん、っていうことをして、あ、これ面白いなというところから、やっぱ。まあ、たまたまひょんなことからね、うん、サニトラももう置いとくとこねえよと。そうだね。でしかも1週間後には車検切れるよと、うん、なんか、あの時にはなんか千葉の方にね一回埋めに行った。そう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 。それがなんか排ガス規制かなんかで戻ってきちゃった。そうそうそう。でもう車あるしと。そうでここ置けねえしということでタルちゃん持ってかねえそう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 ということでね、本当にボロボロになってしまってたサニトラ、ね、僕のとこ来て、ピカピカになってね。まあまあそこからもうね、あれが何年乗ってんの？6年7年ですか。そんな経つ？僕のとこ来て7年ですね、うん、はい、うん、で実はですね、うん、まあ詰まるところ7年前に塗装したんですよ、うん、まあ安くね、うん、その僕の連れのところで。あ、そうだよね、あの車屋さんね、うん、そうシルエットさんでね、うんうん、で最近クリアがちょっとまたハゲてきちゃった。ハゲてきちゃって、うん、まあもうこの際だから、うん、もう一回塗ろうかと。ああ、それを俺にやれと。いやいや、それはちょっと永森さんに頼むと、うん、お仕事の関係もあって、うん、なかなかこの鳥との企画がね、うん、進んでいかないという恐れもあるんで、うん、で1日あれば塗れるでって言ったって、ほら、ね、結構場所の確保とかも大変だし、うん、シルエットさんに塗るのはお願いしようかなと思って、うん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 、で今度塗るのは、うん、サンドベージュ、うん、ほら、この間この2本前になるのかな、うん、バイクの話をパークサイドベースの方でさせてもらった時に、うんうんうん、ハンターカブを僕は今予約してますと。サンドベージュのそれの色でサニトラを僕は塗ろうと。あ、はいはいはい、まあ、もう心に決めて、はいはい、もうオーダー済みなんです。あ、そうなの。はい、それはね、うん、で、そうやってたらうちの嫁がですね、うん、元コンポどうすんのと、うん、オレンジのサニトラに合わせてオレンジの元コンポあんた買ったんじゃないのと、うん、その昔と、うん、で、それにまあ言ってみればオレンジのサニトラに後ろに元コンポを積んだ絵面を取るのにね、取ったりとか、うんうんうん、それで運んで遊んだりとかってしてるのに、うんうん、あんた元コンポだけ何もしないのと。あ、なるほど。
言われまして、うん、あ、そうだなと、うんうんうん、元コンポの色変えなきゃダメじゃないかと、うんうん、ただお前あれだぞと、シルエットさんは車屋だぞと、うんうん、あ、そうだと、兄貴がいるわとあれじゃあ何、色はな、シルエットさんどうしてんのあれ、色は多分サンドベージュで作ってもらって、うん、塗るつもりでいるんですけど、うんうん、で、元コンポを、うん、まあちょっとこの際なんで、うん、ちょっとフレームとかも、フレームを黒、うん、で、ボディカラー、うん、外装をサンドベージュ、うん、で、僕のやつってそのフレームが今白に塗り替えられてるんですよ。あ、そうなの？あれ白なんですよ、うん、だから一回全部下ろして、うん、で、この際なんで、うん、ちょっとオイル漏れとかもあるから、うん、直して、うん、色塗ってそう、オーバーホールをするのも含めて、うん、どうだろう、サイレントヒルワークスさんやりませんかと。ああ、そういうことね。ついでにやりませんかと。オイル漏れってどっからしてるの？エンジンの下のとこからです。エンジンっていうか、あれ一体型、スクーターと一緒ですから、うんうんうん、一体型じゃないですか、うんうんうん、で、多分なんですけど、下の部分から、うん、ちょっと結構長いオイル漏れ、距離の長いオイル漏れなんですよ。多分こうガスケットが飛んじゃってんのかな、もう、うんうんうん、だから一回それを外して、うん、ガスケット入れてやれば、うん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 、でやれば、まあ、うんうん、で別にエンジンもかかるんで、うんうん、まあそこまで大変じゃないんじゃないだろうかと。じゃあさ、エンジン違うのにしちゃえば。エンジン違うのにするってもいいですね。カブのエンジン、いや、カブのエンジンってあれちょっとあれなんで、なんでやってみてるぜ。どうせやるんだったら、例えば最近だと、うん、クッスンガレージさんが元コンポの EV 化計画でやってたりするから、うんうん、そういうのだったらやってみたいなと思うんですよ、うん、電気、うん、電気って何だろう。だけど電気エンジンさえあれば別にどうってことないよね。そう、だからそれもエンジンというか、うん、なんかホイール一体型のホイールが回って、うん、まあ出力するっていうタイプの、うんうんうん、まあだってそれが丸ごとあればだってフレーム作るだけじゃん。そう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 、わけないよね。だもしやるんだったらそっちがいいかなと。あ、まあだから僕としては、うん、まあ今回のは、うん、サニトラを塗り替えちゃうから、うんうん、そのまんまに元コンポをオレンジにしとくっていうのは、うん、まあ変だよね。ちょっと変かなと。確かに。で、外装だけだったら、うんうん、まあ別に俺でも塗れると、うん、正直な話ね、うんうん、で、まあ別に艶消しだから、うん、艶消しのスプレー買ってきて塗りゃいいだけの話なんですけど、うんうん、まあフレームもやっぱこの際だから、まあ塗れたらいいなと、うんうん、フレームはだから艶消しの黒で塗りたいなというふうに考えていて、まあその、まあ、企画発表じゃないですけど。そしたらもうちょっとプラスアルファなんかしない？いや、いいですけど、ただそれをもうやっていかなきゃいけないんで、うん、YouTube のために、ね、俺ね、一回ね、考えたのはね、元コンポの外装、プラスチックの部分をね、アルミでね、作ったらかっこいいなと思った。あ、アルミでね、叩き出してね。そう。あ、それは確かにかっこいいですね。かっこいいよね。かっこいいですね。それやりたいなと思ったんだけどね。うん、そう、やりたいね。あ、それでもいいですよね。着せ替えができるから作ってくれるよ。できなくはないよね。できなくはないでしょ。できなくはないね。うん、別に、うん、そんな難しいその、そうそう、感じではない。そうそう。でしょ。うん、まあ長森さんにとっては、まあ、僕がやろうと思ってもできないですけど。まあね、アルミ、うん、できなくはないよね。全然。まあ一回そうだね、持ってきてもらえれば。元コンポ、そうだね、その昔ね、俺ね、さ。西風さんわかる？あの漫画家の。あのクロスロードとかさ。ああ、はいはい。GT ロード、あの人にさ、元コンポ探してこいって言われてさ、当時ね。2枚で探してきてさ、で、西風さんのガレージ持ってってさ、でなんか西風さんなんか緑と黄色に塗り替えたりしてたけど、うん、もうそれ以外、もうずっと触ったことないから、はい、うん、そう、ぜひ、ちょっと、いいよ。コラボ企画で、うん、ちょっと、まあ、化粧直しをやりたいなということですね。うんうんうん、で、
まあ、それがねどこまで行って何になるかはまた、うん、サンドベージュってなるとさ、あれだよね、ちょっとあのだサンドベージュか、まあ、アクセントで、うん、まあサンドベージュの迷彩みたいな、ああいいね、あのサニトラがねもう完全なサンドベージュに、うん、多分の艶消しにしようと、うん、でっていうそういう感じなんです。なんかこうあのさライトのところにさこういうさライトガードみたいなのつけたやつとかっこいい、ね、バンパーはあのほらしぼしぼになる塗料あるじゃないですか、うん、あのベッド部分とか塗るあれでしょ、チッピングの、そうそうそう、うん、あれを塗ってもらおうかな。ああいいよ、チッピングあるよバンパーはね、うん、あのサイトの方は、うんうん、ああまあ向こうね、それはもう向こうにそういうイメージにしてって、うん、まあなんせねちょっとプロにお願いするに、それじゃフレームチッピングで塗った方がいいね。あそうですね、それでも面白いですね、うんうん、チッピングにしてやれば石金だって剥がれなくなるしさ、そうですね、そうすればバンパーと同じになるじゃん、うんうん、まあちょっとその元コンポをね、うん、今度はまあ次回以降、うん、まあ一回サニトラで持ってまいりますんで、うんうんうん、あ今度はね、うん、でちょっとこういう風にしたいよとか、うんうんうん、打ち合わせさせてもらって、うんうんうん、それが次回で、うん、で連載企画、もうこうやっていくぞいいよ、そういう感じでね、うんうん、で今日はそのお願いをちょっとねサイレントヒルワークスさんのお力を借りて我らが元コンポをここでいいものにするってここで公開して約束をしたそうそうそう約束しないといつまでたっても始まんねえし終わんねえしっていうそうなんだよね、お互い忘れちゃうし、ね、そう忘れちゃうんだよね、だってね、あ、これ転がしちゃった、池田君のあれがあるもん、まだあの財布、俺の財布後で見せる、あ、そうそうそう、ちょっとタバコ吸っていいかな、あ、どうぞ大丈夫ですよ、別にタバコ吸うのも別に悪くないですよ、うん、そうなんだね、そうそうそう、うん、だからそういうのがあるんで、うん、まあ、ちょっとぜひ、うん、あのやりましょうか、やっていただけないですか、うん、っていうお願いをしながら、うん、今日は、まあ、ちょっとこのね家具の2台目をちょっと撮りに、まあ、この前での動画で撮って、もうやらしいよもうやらざるを得なくしてやろうっていう、もうこれ出したからにはやるんだぞっていう、ね、そうだよね、いいよやるよ、ちょっと僕もモチベーション上げていかないと、うん、ちょっとねせっかく120まで来たのにまた3人減ったりして、ちょっとモチベーションが昨日おとといでダダッと下がってて、いつ減っちゃったの、昨日カンカラ三味線だから、そうそうそうグレンゲやったって俺見たもんだグレンゲやったらっていうか、だって上げるもんないんだもんそうか、だからちょっと、うん、本当サニトラと元コンポをやると、やっぱ結構再生回数があるんですよ、上がるんだね、やっぱ上がるんですよ、うん、で最近ちょっとやっぱね、うん、そっちをやってないっていうのもあるんで、うんうんうん、まあそろそろっていうか、まあね、そうね、そのもう7年経って8年目を終わろうかとしてるサニトラなんですけど、うんうんうん、まあちょっとまあ、くたびれてきたというかね、外装がやれちゃったっていうのがあるんで、うんうんうん、まあそれをそっちはね、シルエットさんの方に行ってまた塗装する頼んでね企画は取らせていただくんですけど、ね、うん、それは何、あれに合わせるんだよね、結局色は調色してもらうってことでしょ、まあそう、まあ家具のね、うん、あれに大体近いものにしてもらおうかなと、だからカラー番号があれば朝食するのわけないからさ、うちはっていうか全く一緒にする必要ないんで、いいの、だって乗っけるから、うん、同色にしすぎちゃうと、うん、ね、元コンポとサニトラがあまりにもね、そうか、アクセントになった方がいいんで、ただそのせっかくサニトラベージュにする、うん、でちょっと要はねオレンジの今よりも、うん、もうちょっと武骨感が多分出ると思うんですよ、ね、そうすると元コンポがちょっとポップすぎると、あオレンジにフレーム仕様ですからね、そうするとさ文字入れたくなる、なんかね、あ、そうです ね、それはねステンシルの、ね、俺のあれみたいにアストロみたいにさ、あ、そうですね、そうですね、うん、そうだ、ああいうイメージに元コンポしちゃってもいいかな、うんうんうん、まあそれのベージュ版で、まあ、うんうん、軍隊仕様のものに
したいなという感じでね、うんうんうん、いいよやろう、ぜひやろうやろう、面白そうじゃん、ぜひ僕はもうやらざるを得ないじゃん、やらざるを得ない、もうこれあの編集して速攻出しますから今日に、まあ、その動画面白いと思ったら高評価登録よろしくお願いします、あの減ってますから増やしたいよろしくお願いします、いってらっしゃい、またね